どうもじゃめめです。今日もバーサスサタカメの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。このネクストっていうか、最初のツモはパフェ済みですね。パフェ組んで、君のオミノでパフェ取れる。パフェ取って相手に2段強を振りましたね。2連パフェちょっと狙ってるけど、なかったんで1回ダブル消し。2ライン消し挟んで、から T スピンダブル。さあ、これちょっと地形乱れたぞ。T スピン作ろうとしたけど、グダって、無理やり T スピン作ったけど、これはちょっとあんまり良くないですね。地形が悪くなった上に、火力もそんなに遅れなかったんで。さあ、6連打たれて、だいぶ地形が辛くなる。なんとか T スピンダブル作って、歩みの右側に寄せて T スピンダブル打つけど、後打ちの、2ダブ、3ダブ打たれて、で、アイミンのっていうか、削りが間に合わずに、刺さりましたね。あ、これはまあ、どう考えても、あそこで、ちょっと、地形が乱れたのが敗因になってしまいましたね。Tスピン作ろうとしたけど、ネクストっていうか、しっかりネクストがこの時見えてなかったのかな、わかんないけど。あ、ちょっと今のはあんまり良くなかったですね。さあ、DT4 から、Tスピンダブル。サタカメの方は、紫アッカですね。こちら TST タワー組んで、T スピントリプルからの T スピントリプル。で、受けてから1回2連か ?2 ラブ。2ラブ打ってくるのに対し T スピントリプルで返すけど、あれですね。後打ちの、まあ、仕様変わって弱体化されたんで返んなかったですね。総裁はできたものの、相手に火力は送れないと。これもそうですね。TSD テトリスの地形で、地形はいいけども、どうだろう、これ。さあ、打たれる。こちら削ってから、Tスピンダブルテトリスだけど、まあ、7連鎖さすがにでかいんで、これは、相手に返せないですね。いくら地形が良かったとしても、7連はさすがにでかい。さあ、若干迷って、ここでドネイトにした。ドネイトで Tスピンダブル、青ハッか、6連鎖ぐらいかな。さあ、ちょっとやはり火力の送るタイミングが、この時は、あんまり良くないというか、いまいち後打ちの仕様が変わっているのを、まだ理解してない感じがありますね。さあ、これ耐えれるか ?6 連打たれて、テトリス、だけど、アイミノが間に合わずに刺さる。うん、やっぱりそのね、後打ちがかなり弱体化されてしまったんで、基本的に、でかい連鎖数を打たれない限りは、あんまり後打ち意識しなくていいんですよね、正直。結構どん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 送りながら、まあ大きい連鎖打たれたら後打ちみたいな、そういうスタイルが今の、アップデートされたバランスでは、いいと思いますね。ただやっぱりこの時の俺は、それにまだ気づいてないので、後打ちの仕様が変わったことにすらまだアップデートしたからまあ間もないんで気づいてないです。これ、同時消しででかいの打たれて、それを受けてからテトリス送る。しっかり地形整えて、テトリスかな?テトリスで、ここ欄干ですね。欄干で火力作って、Tスピンシングル。Tスピンシングルにすることによって、で、高さを合わせて、さらに火力を作りやすくなる。さあ、再び T スピンシングルを送って刺さる。あ、これは地形いいですね。中開けテトリスで、どん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 火力を送れる形なんで。今のはもう、強いっすね。中開けテトリスってね、やっぱり、ドネイトがいろいろ見えると、非常に火力送りやすいんで、強いんですよね。さあ、これテトリスから、テトリス、紫アッカで、これ間に合うか?間に合わない。けど、赤ゾロで引いて2連鎖はある。一応総裁はできましたね。さあ、赤入れて、青ハッカの3連鎖かな ?3 連。あ、それは、いけるかと思いきや、テトリスで返しましたね。3連鎖。Tスピンダブルから、まあ、これは地形いい。Tスピンダブルテトリスの地形で、Tスピンダブル、
かし若干地形が乱れてる。受け切って、テトリス、テトリス。しっかり地形整えて、TSD。これはどうだ？青埋まる。しかし、黄青の81が来て、可連結2連でぴったり相殺できる。ああ、これ、ツモ噛み合ってますね。再び3連鎖打てて、なんとか延命して。さあ、マージン来てしまったが、これは。マージンタイムが来たような気がする。うまく T スピンダブルからテトリス。て、青ハクか。さあ、5連鎖ぐらいかな。これを受けてから2ライン消し送りましたね。2ライン消し送ったけど、これ、マージン入ってるんで、ちょっと、まずいですね。平積みで、本当にね、マージン入った後の立ち回り、テトリスがめちゃくちゃ難しくなるんで、ワンチャン取りに行く勝ち方をしない限り、どん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 自利品になっていきますから。さあ、3ラブ。ピンスピンシングル打つけど、ダブル消し、ダブル消し。ちょっと辛いですね、やっぱり。どん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 不利になってる感はある。先読みして、ダブル消しから、T スピンシングル。2連で相殺される。もう2連で帰ってきますからね。普通に。後打ちされると。TSD。これはできるだけ相殺に当てようと思って、少し待ってる。これはいい判断ですね。しかし、テトリスで受けてから、テトリス打っても返せない。さあ、これでかいぞ。ニトリ。ニトリを T スピンダブルでなんとか相殺して、返せないものの相殺はできましたね。ジェイミのエルミノで地形整えて、TSD からテトリス。さあ、2ラン強遅れたが、2ラブで返される。でかい。やっぱり2ラブ強い。マジン入った時の2ダブは強いですね。さあ、なんとか。TSD、茨からの3連鎖。さあ、かなり火力きた。苦しいですね。穴花もまあまあ来てるんで。マージンがやばいことになってるぞ、だんだん。だんだんマージンがやばいことになってるんで。単発消しでも火力いくようになりましたね。こうなれば、ちょこまかちょこまか送って、一応ワンチャンはあるけど、まあ、いずれにしろやっぱり不利ですね。S ミの S ミの、L ミの J ミのまで全部掘って、地形は綺麗になるが、相手もう待ち構えてますね、しっかり。青ハッカで、2ダブの3。余裕で帰ってくる。T スピンダブルで返す、テトリス。TSD で、さあ長いこれ。22万点いってる。マージンがもうやーべえことになってるぞ、これ。さあ単発。単発が非常に強い。単発。さすがに帰んなかったな。でも、相当軽減できましたね。さあこっちの量を見つつ、相手も少しずつ量を増やして、総裁当ててる感じ。こっちの形がいいけど、どうだ、これは。単発打たれる。Tスピンダブル。2ダブ。単発でもう何ライン来てんなってくらい来てますから。さあ、茨強いぞ、これ。でっかい。非常にでかい。さあ、これ、ホリレンで、エスミノまでかな。茨。茨で帰ってくる。茨で帰ってきて、なおかつ、7ラインぐらい来たかな。マージンやばい。2ダブ。耐えれるか？なんとか、総裁に当たって耐えれたが、厳しいですね。単発強い。単発強すぎ。さあ、なんとかテトリス掘りで、うまい感じで耐えてるけども、これ、ヨシヒロ済みですね。Tスピン。これシングルにして、エルミノで掘ろうとしたけどミスった。エルミノ Z ミノで掘ろうとしたけど、エルミノの置きミスが致命的で刺さりましたね。まあ一回のミスが致命傷になるからな。これぐらいマージン入って火力が出てると。今のまあ L から Z ミノで掘り切れれば、まだ、試合は続いたとは思うけど、まあでもどちらにしろ厳しいですね。もう、あそこまで行くと本当にうまく立ち回れると、テトが詰んでるんで、厳しいなぁ。結構うまい感じでやってるような気はしたんですけどね。
まあ、相手もしっかり量計算して、操作当てる、その火力の調整をしてたんで、相手もやっぱり上手いっすね。あ、でもこんな感じで、今日お疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。